大宮サッカー場の第一試合は東海対決となりました。ベスト8が激突する準々決勝、合言葉は国立という。この試合左から右に展開を図ろうというのが四日市中央工業高校です。耐えて耐えてえぐっていく、この辺が素晴らしいなと思ったんですよ。あ、なるほどね。キャプテンの中川ゴール前だ。山川打てなかった。あ、松本にボールだ。1対1シュート。おお、一人抜いて左に出した。そしてゴール前、おお、決めた。四日市中央工業高校、再びコーナーキックを得ました。これを大事にしないといけないですね。大きく振って落としたのか、シュート、おおっと、ヘディングシュート。ご覧ください、頭でつないで左足のシュート。そして最後は山川のこの181センチの高さでした。その高柳にパス&ゴール上がっていく。もうヘディング山川はない、まだだ、下がりゴール前、いいボールでシュート。2連覇を目指す静岡代表東海大第一イレブンは午前11時15分東京本郷の宿舎を出発、大宮サッカー場に向かいます。事実上の決勝戦ともいえる帝京との一戦を前に、意外にもイレブンはリラックスムード。望月監督はちょっと緊張気味。東海大第一か帝京か、勝利の女神はどちらに微笑むんでしょうか。10番の日笠です。逆サイドへ、さあどうだ、吉田が追いついた、ワントラップして、お、そのまま打った。そして6番の沢登り、シュート、チャンス、キーパーどうだ、平沢外した、平沢外しました。これで3本外しております。さあこれは帝京の攻めだ。中央に走り込んでいるのは森山です。森山にパスが出ればこれは点物だ。ゴールキーパーが逃れた。いやー、すごいドリブルですね。いいドリブルでしたね。長い距離、まあ、そのコンディションの問題なんですけども、さあ、ね、東海大第一チャンスだ。これは水滴優位だ。キーパー押された。いやー、キーパーファインプレー。さあ長いボールが入った。チャンスは東海、ヘディングでクリア、横森、もう一回東海ボール、右に出ました吉田。さあえぐった、センタリングだ、逆サイドだ、11番、9番の平沢、11番の森沢、もう一回いった、得点ならず。さあ明日の準決勝、国立競技場の芝生を踏むチームは果たして東海大第一か、それとも帝京高校か。森山康之、ゴールキーパー中原浩二、東海大第一優位に立ちました。吉田外した、思わず顔を覆いました。吉田祈ります。ゴール、小橋が決めれば優位に立ちます。決まりました、ゴール。落ち着いてくれましたね。落ち着いてましたね。3対2。さあ帝京高校、磯貝が外せば東海一が準決勝進出を決めます。もう来年の大会はありません。止めた、東海大第一高校準決勝進出を決めました。どんな気持ちですか。いや、もう最高に嬉しいです。 PK 合戦だったね。はい、 PK になるとは思ってなかったもんで、本当にみんな練習あんまりしてなかったし、ちょっと危ないなって気がしてたんですけど、みんなよく決めてくれて、中原も止めてくれたので最高にいいゲームじゃないですか。やっぱり国立でも去年と同様にして自分たちのサッカーを国立でプレーしたいです。2試合の模様をご覧いただきます。まずは朝日対市立船橋戦です。
さあここまで見まして一進一退の攻防ですが、このチャンスちょっと注目しましょう、はい、長いスローインどうだ、胸でワントラップ打った、キーパーを抑えました。硬さを取る意味ではなかなかいい展開ですね。そうですね。さあその朝日チャンスをどうでしょうか、ものにできません。ブルーのユニフォーム一塁船橋高校がぐーっと上がっていきます。いいボールが出た。さあ打つか、どうだ、オマールマークもいいですね。そうですね。さあボールを出して5番の佐々木、佐々木フリーだ、どうだ、小関が抑えました。5番の佐々木、船橋市長の大橋市長が、この会場に駆けつけて来られてるんですよ、はい、でこれまでずっとテレビで応援してたんだけれども、アシャンスですね、アラシ、どうだ、アラシが繋いで8番の野口、卒業いたしますと日本リーグの藤田工業へ就職が決まっております。大本、朝日、いい形ですよ。9番ヘッドを出した、さあ引き返すか、ヘッド、船橋から読売グランドまで小学校4年生には片道長い2時間よく耐えて通っていました足立亮。さあショートコーナー、ショートコーナーで打ってきた、はい、13番小川、もう一度ご覧ください、足立がショートコーナー、小川がそのままアークサイドネットに突き刺さりました。均衡を破りましたのは夏のチャンピオン千葉県代表船橋市立船橋高校であります。いいとこで足立くんがショートコーナー使いました。来た時どうでした、ボールが来た時。もう無我夢中でした。シュート打つことしか考えてませんでした。さあ今度はいよいよ国立の舞台です。どのように戦いますか。もう全力尽くして頑張りたいと思います。さて今度は国見の攻め、ドリブルで上がっていく、10番の村田に合うか、合いません。ゴール前まだチャンスは続く、浮き球だ、村田ヘディング、合わせる、シュート、シュート、ゴール、ゴールイン、16番の長井、決定的なチャンス生かすことができませんでした南は。しかし稲田が上げるがどうか、キーパー、危ない危ない、シュート、南宇和高校同点に追いつきました。このコーナーキックはね、はい、前半と違いましてね、溝口君という180センチの選手が加わってますからね。あそうですね、はい、うん、頭にあったか、ここでクリアしたわ、はい、入ってますね、入ってますね、これは、林君ですか、はい、ここですね、ニアサイドでよくクリアしたんですけどね、入ってたんじゃないですかね。あ最初戸惑ってなかなか点が取れなかったけど、点が2点目が取れてからもうだいぶ勢いに乗ってみんな調子できました。いよいよ明日は2年連続二宮君にとっては国立競技場になります。自分の抱負としてはやはり点取りに行きたいと思います。素晴らしいゲームを見せてください。どうもありがとうございました。お待たせしました。私たちときめきコンビがお送りする今日の感動くんのコーナー。私たちが選んだ今日の感動くんはこの人です。ここですね、9番の森山頭を切ってます。血を出してますよ。頭の中ですか。はい、今グラウンドから離れてます。さあこれで決まった、チャンスだチャンスだ、2対1だ、数的優位だ、森山だ森山だ、個人があるぞ、あちょっと足取られましたね。0対0から PK 合戦、森山康幸、東海大第一高校準決勝進出を決めました。